どうも、かげやんです。今日は2021年5月8日土曜日ですね。土曜日の朝の空と、ちょっと曇りですが、今日はまあ晴れの予報なんで、これからこう晴れる形にこうなっていくかなというふうに思います。昨日は久々に、夜、道場稽古、空手の道場稽古に行きましたけども、なんかこう感がこうもう鈍ってましたね、1週間休むとね。1週間、まあいろんなあのゴールデンウィークとかで休みやったんですけども、まあそれはいいとして、まず、これ、きゅうりですね。きゅうりがまだ、どうですかね。まだですね。まだきゅうりのこう原型というか、その赤ちゃん的なものはまだ出てきてないというところです。これからですよね。で、次がこちら、ナス。ナスになります。ナスはこれはね、一応これが、生えてるというか、こう育っていってる、これがもうちょっと大きくなっていくのをこう待ちましょうということで、こっちが新たにこう買った、ナスなんですが、これもちょっとこの中できてるんかな、これもかなということですね。そして唐辛子はこちらですね。今のところこう唐辛子のその赤いあれは出てきてないですね。こちらは買ったところの唐辛子になります。これも何もちょっと変化ないですね。まあ今日はちょっと晴れなんで、しっかりと水をやって、育っていってほしいなというところであります。ということで今日はまあお休みの方はゆっくり休んでいただくなりなんなりしていただいて、僕は仕事を頑張りたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。